皆さんこんばんんこばはは今日はどんな一日どなでしたか私はですね今日は朝からですねあのー、いろんな会議が続きました細かいことをですね、えー、なかなかそういった調整の打ち合わせっていうのが多くなってきてまして、えー、本当に勉強させていただいている毎日でありますけれども10時からですね定例会始まりまして鈴木、えー、知事からですね 今回年度の予算ですね3兆215億円の、えー、提案とあと条例会の関係の有無の提案がありました午後からはですね冒頭選議の、えー、自民党からまで佐々木大輔先生が、えー、質疑質問されまして、えー、大変 初めて残っという割にはですね大変堂々とした質問をされて本当にあの政策提言だったりとかですねえ一般質問だったりとかいつも予算質問の中でも大変こう鋭い視点で地域にしっかりとこう寄り添った目線でですねえ大胆にこう提案をされている佐々木大輔先生は。 私の見本でもあるかなというふうに思っています本当に今日もお疲れ様でした、えー、石狩地域選出の佐々木大輔先生の、えー、冒頭選議の前のですね、えー、状況をどうぞ見ていただきたいと思います <laughs> 冒頭選挙頑張ってください。頑張ります。どんな気分ですかどんな気分、初めてなので緊張はしていません。<laughs> そうですね。いつも通り。<laughs> いつも通り頑張ります。よろしくお願いします。応援してます <laughs>。一般質問ね。私も今回一般質問することをしました。<laughs> はい、頑張りましょう。はい、頑張でーす。使わせてもらいます。ありがとうございます。私が参考にするべく、いろんな意見を述べていただけることが多いので、本当に、えー 学ばせていただきます今日も本当にありがとうございました、えー、それとですね今日は午後もですね政策審議委員会、えー、これからの質問の内容のですね意見交換含めて続きまして、えー、夕方はですね実は私たち二期の、えー、自民党、民主党、えー、公明党ですね二、えー、期同士の一個、えー、がありました 本当に久しぶりでですね、えー、とっても嬉しくて盛り上がった会でもありました。で各地域からですね、えー、選出されている土井会議員の横とのつながりを大切にしながらですね、いろいろと議論を進めていくことも必要だなというふうに思っているところでありますので、本当にいい機会を作っていただきました。 その仕切りもですね、今日は自民党では佐々木大輔先生でありましたので、本当に今日は一日お疲れ様でした。それではまた明日もいい一日でありますように。